リアル筋肉シャリーです。今日も大岡先生に足を教えてもらうんですけど、今日も僕がトレーニングパートナーとゴートレなんですけど、もう2人に足を教えていただくということで、よろしくお願いします。はい、頼みます。ちょっと足がもうどうしても全然弱点で、もう改善したいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずいつものようにちょっとかかと乗っけてとか、あ、そうそう。かかとを前に蹴り出す。で、戻るときに座る感じで力抜きましょう。はい。そう、ここで力抜きましょう。ちょっと面白いけど、はい、力抜くっていうのは大事なことなんです。ブラーンって振っちゃってよ。うん、振って、もうここで座るときに力抜いちゃいましょう。わそう、抜いちゃった感じが分かるでしょ。はい。抜いちゃうと。ギュッて、そう。なるほど。お尻に体重が逆にかかる。そうそうそう。抜いちゃうことで、もう人筋のストレスを大きくする。確かに。はい。はい、これ重量つけて抜いちゃうとやばいですよ、はいはいはい、今釣り合ってるからなんとか。そう OK、まあ、アップこのままで、はい、これのポイントは蹴り出したら戻ってくるときに膝に荷重かけてももの力を抜くことです、はい、こういう感じです。そう、はい、まあ、シシスクワットの延長戦なんですけど、はい、頑張って、はい、そうブランブラン、まずブランブラン振るところを考えて、まあ、振ればいい。だからここ戻るときこの力抜いちゃう。ギュッ、そう、抜いちゃう。そう、抜いちゃうともう負荷もろいけど。そう。どうですか。きつい。ギュッと抜きます。そう。もう抜くのは嫌になりますけど、抜くんですよ。必死で。そう、べちゃっと座っちゃう感じ。もうお尻が座っちゃう感じ。そう。はい、頑張って。はい、ちょっと狭くしてみましょう。はい。そう。狭くしてみましょう。そう。ああ、痛え。そう、オッケー。そう。そんな感じ。はい。筋トレ。はい。そう。もう、お尻も下がるぐらいの気持ちで。はい。はい。ちょっとした違いなんですけど、胸の視線がなかったから。ああ、なるほど。それね、こうかかってなかったですか。そう。もう垂直にスッと落としちゃう。もうお尻を引いてもいいぐらい。そこやばいですよ。抜きたくないけど、もうこれですよ。そう。人気の力を抜くって新しいでしょ。はい、抜けば抜くほどやばいですよ。そこで抜くんですよ。苦しくなった時により抜くんですよ。で狭くして。そう。オッケー。やばいっすよ、これ。プロエクステンションぐらい痛い、今日。わあ、なるほど。そう。力入れちゃうから。そう。浮いちゃうんですよ、浮いちゃうんですよ。そう、落とさないと。これで全体に起死から外側思い切りカチカチに張らして、はいはい、次は内側の低周部、はい、頑張って。ここで抜いちゃう。オッケー。くっそ痛いこれ。プッシュダウンに似てるんですよ。プッシュダウンここでストンってやるともうむちゃくちゃ効いちゃうでしょ。確かに。そう。プッシュダウン。体重乗せちゃうわけですね。そう、乗せちゃうんですよ。死闘に乗せちゃうと。そう。あーショーケー。うわ、いっちゃー。うわ、すっげえ。そう。はい。だからもうほら、攻めるところをちゃんと分けて、きっちり攻めると。はい。こっちの、今、Cエクステンションでは、上の外。で、今このリアクションのエクステンションでは、内の、前の内です。なのでちょっとこっちを上向けるような感じで上に渡る。はあ、触るとまたやりたくなる、はい、なるほど。
縦に開いて上に上げると大事ですね。うおー、やばい、やばい、そろせーせい、痛い、おー、そうそうそう、すげえ、こうリアクションのいいとこ全部ね、持っててますね。そうそう、その状態で、その状態を作るのが大事です。これその目的で今やってるわけですか？そうですよ、そうですよ。この状態を作る。こっからまだあるっていうのはもう怖いっすわ。本当に。なんか足って痛いんですよね、本当に。ああ、でもいいっすよね。痛くないと効果出ないからね。はい。間違いです。体重受けてるから、足は普通のストレスではつかない。いいね。イージースクワット。イージースクワットですね。足ちょっと前出てないので、もうちょっと足をしましょう。あ、そうそう。そこでつまずいちゃって、ね。そう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 。で、自分が苦しい、一番苦しいなっていう、苦しいなっていうと思います。そこでポン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 下だけ。はい。頑張って。もうだいぶ足きてますね。落とし方一つですよね。なるほど。落とし方は最初は怖いから、だんだん慣れてきたらうまく落とします。落とすことです。落とす、ぐっていうの落とす。体を落とす。はい。だから、まあ、今のキーワードは重力っていうものをいかにうまく使うかですよ。はい。レッグプレスよりなんかこう負荷がまとわりつくというか。ああ、立ってますからね。逃げがないですよね。はいはいはい。インパテンションしやすい。はいはい。限界求めて、ぐーそう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 いいですね、いいですね。そう、これでも上級者の練習ですよね。あの初心者に分かんない時に落とさせたら怪我しますよ、ね。はい、頑張って、キック、頑張って、もう落とし方だけです。そうそうそう。やばい。オッケー。ああ。オッケー。いい感じですよね。いい感じですね。この自然な息がいいですよね。はい。ファーッと漏れるね。はい。うん。それが一番いいところですよね。勝手にもう息が上がるからね。はい。オッケー。最初は20キロ1メートルでいこう、はい、はいはいはい、傷っすよね。いや、傷じゃない、傷じゃない、傷じゃない、まだ傷じゃない、まだ傷じゃない、傷めちゃくちゃ効くから、傷も前を広がしておいたら全然重量なくて効きますから、傷は。
じゃあこれいくつですね、はい、これケツじゃない、はい、何でしょうこれは。これは四頭筋 の最後 の仕上げ。椅子はこのもん、ね、あそこで一番上、一番上、はい、ここで。そう、足は上じゃなくて下、あとなんかつま先開いておいていいですか。はい、両足蹴ってください。蹴りました。いいですか。はい、片足力抜いて、はい、はい、ぎゅー、はい、行きましょう。いけるところ、はい、ぎゅー、片足だけで、今右足だけで行ってます。右足だけで行ってます。苦しくなったら、右足を助けられますから。はい、もう絶対助けないでしょう。そう、潰しましょう。そう、ここで、そう、受ける。落とす。自分の方に落としてくる。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 受けられなくて伸ばしてくる。落とす。そう、ここ、ここ。ここ、ここ。切っていいですよ。はい。OK。よちご。切っていいですよ。人の筋肉むちゃくちゃいいですよね。頑張って。頑張って。そう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 。頑張って。頑張って。そう。はい、受ける。受ける。受ける。そう、受ける。そう、頑張って。そう。いけてる、いけてる。よっしゃー、OK。OK。ああ。強制的に筋肉を切ります。すげえ重さだこれ。で、自分の動きでいくらでも切る調整ができるんです。確かにそうですね。ストンといったらいくらでも切れるから、まあ、もうでもある程度上級者になったら自分で自分の体を破壊するのは簡単にならないと。ブレーキかけたりかけなかったり。そう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 、自分がどうかけるだけなんです。そうそう、もうそれがもう最終的なもうプロフェッショナルのそこに行かないと。なるほど。追い込み方ですよね。もう、全く怪我することができない。ある意味ちょっと危険ではありますからね。はい、まあ、片足でやることによって、まあ、両足にかかる圧が一気に片足に来るっていうのがあって、ここで一気にやっぱパンパンに張るっていうことができるんで、まあ、ちょっとこの種目的にはね、最後の追い込みに使う、死傷の最後の追い込みにはおすすめです。片方の足はもう本当に最終的な安全弁で、もう最後までもう片足しか力入れない感じ。あ、もう半血、半血ない、はい、半血ないです、はい、まず適当なところで持ち上げてください。普通に相手を肩甲骨で上げます。はい、上げたらつま先前ギリギリ、もっともっと、お尻をずっと出していくよ。でそこで結構です。はい、下で、それも入るから、ポン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 、どうですか？あ、ちょっ、よいしょ、なるほど、なるほど、持たれられるからいいですね。そうそうそう。お尻後ろに出せる。これできねえわ普通ですよ。ちょっと背中高い目で入って、そこで足を前に出るから高い目でいい。そうそう、
お尻を下げながらしゃがむっていうのはポイントです。ちょっと下げながらしゃがむと。そう。順番めちゃくちゃ大事。これレコード始めたらできない。ストン。ブレーキが効かないよ。効かなくない。あのレコードでね、このしゃがんだ時にここで止められないんですよ。ハムが引っ掛かる。これはだからハム欠だから大丈夫。はい、先にこれやらないとダメです、ね、やんないとダメですね、まあ、試しに1回やってみたら分かるけど、もうしゃがもうとしたら、もう力入んないです、膝が抜ける感じ、膝ってお尻を抜ける感じ、はい、ストン、はい、力入んない、レッグからやってからしゃがんだら分かる、レッグからやってから、何もやらないけど、ここでしゃがんでみてって言ったら、おーってなりますよ、なります、ラスト。はいそれちょっと言っとかないとね、危ないですね。きついっしょー。めっちゃケツが、ケツがめっちゃ後ろ出るようになるんですよ。ね。ケツが後ろ出たら一緒なんですよ。足別にそんなにないから。待ってここ足前に出すの重要ですね、やっぱ、まあ、今みたいにお尻後ろ出たら一緒なんですよ、はい、一緒じゃないですか、確かに、うん、足の位置っていうかお尻を下げることですね、もう本当に今ね、ポイントポイントを狙ってトレーニングしてるんで、はっきりとこう、ここですよね、今はもうここ来て、ここ来て、ここですよ、今次からかなりヒントになるのばっかですね。まあ、やる順番と明確にここって決めることですよね。そう。分かるよ。ちょっと戻しすぎて。そう。ちょっと戻しすぎてなんですよ。分かるじゃん。また詰める感じ。そう。基本的にパスンってなるあたりがいいと。そう。必ずガーンって止められるから、結構向こうで止める癖がついちゃってるので。ちょっと緩めないといけないですね。そうだと。パスンをめがけて。しかね。あ、でも最初はここからパスっていくから、はい、だから上が苦しくなるんだけど、どの上でも下でも一緒です。しゃがめなくなるわ。はい、OK、この3セット目、はい、あやばいよこれ。
解読は前じゃない。これしゃがめないですね。確かに。あの終わってからセコンドがあるんだけど、もうストーンと落ちるから、これで歯向けてやったらえらいことになる。怪我しますよ。あぶねえ。いけるかなこれ。いや、いけっしょこれ。もう筋肉痛なんだけど、ハム。やべえ。とりあえず片足ずつ。それもちろんもちろん。はい、上、もっと上に振りましょう。そうそうそう。できるだけ上で振りましょう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。頑張って。そう、できるだけ上で振ってください。はい、次逆に行きましょう。ちょっとハンドル使ってみましょう。そうそう。落とし方なんですけどね。はい、もうちょっと重量かなり下が落とせます。5キロでやってるなんて。はい、上で落としました。そう、落とせなくなったら曲げるだけ。今は落とせますよね。はい、まあ、あとは上げるだけ。こうなってきたらもう自然に落ちますから。そう、もう落とさないことだけを考える。逆に言うと、そうそうそう、オッケー、見て、そうそうそう、最初は落とすことを考えて、あとは落とさないことだけを上げる、上げるっていう感じ。そうそう、もう上げて上がらないから落とさないだけ。落とさないだけ。そう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 、いいね。はい、できなくなったらこれを押しないで、はい、両足で体振ってバンバン行きましょう。ボン、もっともっと後ろ上がりましょう。ハンドル使って、よいしょ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 、 OK。 動かない。これはやばいわ。先生ありがとうございました。はい、頼みます。やっぱりそのテーマをしっかりこう、ああ、もう絶対そうですね。そうだよですね。ボディメイクの大事なところですよ。はい、ちょっとよりここここっていう、そうそうそう、ここっていう、あ、そうそう、はいはい、痛い。これやるしかない、はい、ちょっとこれでしばらく、あの半年ぐらいやればだいぶ変わると思う。半年半年やります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。